皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りになってください。最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやまたチャンネル登録もお願いいたします。本日6月24日土曜日、神を恐れる人と恐れない人の確信という題でお話をしたいと思います。最近あれ？親？と感じるけれど、それを言ってる人が確信を持って言ってるためにね、その意見が押し通されてしまうことがあるような感じがいたします。盗っ人にも三分の理ということわざがあるそうです。つまり悪を働いた泥棒にもね、理屈があるっていうんですよ。泥棒しなきゃいけなかった、それが正当である、正しいというね、理屈があるという、まあ確かにそうでしょう。その泥棒さんにとってね、悪事を働いている、まあ自分を欺いている、騙している、まあそういう意識よりもね、仕方がないんだ、あいつらは金儲けてんだからちょっとぐらい取ってやったっていいんじゃないか、まあ良心の呵責が感じられないようにいつしかなってしまったようです。良心、良い心と書いて良心は、私たちの心にその歯車のトゲのように、悪いことをするとチク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 ね、ダメだよ、それをやっちゃいけないよ、バレるかもしれないよ、良くないよ、チク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 、最初あいてあいて気分が悪くなるんだけどね、だんだんそれを繰り返してるうちにね、その刃先が丸くなってきてね、全然痛み、良心の呵責を感じなくなるっていうんですよ。まあ良心だけが人を正しく導くとしたらね、人はねもう絶望かもしれません。でも皆さん、神と出会うならばどうでしょうか。私たちは必ず神が正しく導いてくださる。通常神と出会わなければね、刑務所に入った人いますよね。あの人たちどういうふうなことを考えてるかね、ああ悪いことした、反省してるっていうよりもね、ちきしょう、運が悪かったぜみたいなね、俺よりもっと悪いことしてんだけどね、捕まんないでシャバをのうのうと生きてるやつがいるんだ、なんだよ俺なんてあいつらに比べれば大したことないじゃないか、なんで、まあ運が悪かったと、まあそういうふうに考えてしまうからね、繰り返してしまうのかもしれません。神を怖がるという意味で恐れるのではなくて、人を正しく導くとしたら、我と汝、神と一対一で向き合うという、そういう出会い、皆さんそこから生まれてくる畏敬の念、神に対するパイエティ、恐れ、皆さんそれは神に見張られ、神が警察のように私たちを取り締まろうとしている、そういうんではない。神は愛だけれど、私たちを全部知っていてくださる、そして許してくださっている、その神様に対して罪は犯せないな、そういう許されて神に申し訳ないな、そういう心がね、人を罪から離れさせていくのです。ヨハネはこう言いました。クリスチャンは、神の子は罪を犯せない。いや、犯すんですけどね、犯せなくなっていくってことです。犯したくないから、ああ神様を悲しませたくないから、そうやって人は罪から離れていく。皆さん、どんな物分かりの悪い人でも、どんな鈍い人でも、皆さん神の愛が分かったら、本当に神様に喜ばれる生き方、神様を悲しませたくないな、そんな生き方ができて、そうやってこそ人は罪から離れられる。神を恐れる人と恐れない人、大きな違いが生まれてくる。あなたはどうですか？どうぞ神を恐れる心、そんな心を今日持ちませんか？
こんな祈り一緒にしてください。神様、あなたを愛します。あなたを恐れる心をください。アーメン。真理の御霊よ、地を震わせ来たりません。嘘とよく罪にまみれた我ら清めたまえ。恵みの御霊よ、天を裂いて来たりません。主の栄光表すために下したまえ。聖なる日、リバイバルの日を燃えよ。御言葉の力を持って、恵みの川よ流れよ、聖霊の風吹いてこい。清められた主の民が御栄のため立ち上がり、国々を癒し進む栄光のその日よ来い。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるその時まで、ごきげんよう。さようなら。